はい、こんにちは、前川です。今日も動画を送っていきたいと思います。今日の内容なんですけども、スピードを制するものは人生を制するっていうことで、何事もスピードが大事になります。僕もこのブログで、何個か、集客に必要なことをお話しさせてもらってますけども、これをすぐに実践に移していただければ結果っていうのは、今よりも上がっていきます。で、なぜそんなことが言えるかっていうと、僕自身このスピードがとても遅かったです。自分では一生懸命やってるつもりだったんですけども、周りの成功している人、結果を出していく人と比べたら圧倒的にスピードが遅かったです。なので、この内容をしっかり今すぐに、やっていただければ間違いなくあなたの院の売り上げというのは上がっていきます。で、僕もその、やってる内容というのは売り上げがある時も、売り上げが上がってる今と、売り上げがない昔と比べてやっていることってそんなに、差はないかなと思うんですね。ただやっぱりスピードと量が全然違います。なので、チラシなんですけども、大体もう6割7割出来上がればすぐに市場に出してください。100% になってから出していては遅いです。6割7割の出来で、まず市場に出して、それで反応を見て、で、また修正して、で、出す。その繰り返しです。自分ではいまいちかなと思ってても、それで反応があることもよくありますので、逆にバッチリやと思っても、全く反応ないことがあります。言い悪いというのは市場にいている患者さんが決めることなので、まず出していきましょう。で、出さないといいのか悪いのかわからないです。なので、とにかくスピードを意識して、行動に移していただければと思います。ではまた。